孤立するウォルホート家に御三家の一角シルビオ・テリオールがロランの保護を申し出た。だがセレノアは単独で戦う道を選ぶ。立ち去るシルビオの目には不穏な影があった。そこまでだ、ルーフ。貴様の手下はふぬけ揃いだな。まるで歯応えがない。その不満はウォルホート家にぶつけろ。すぐに奴らの城を攻めろ。つまりせこい罠を見破られたのか。道化芝居ご苦労だったな。げっ、賞金稼ぎなどに私の苦悩が分かるものか。ロランを捕らえねば我が家も潰されてしまうのだ。貴様はその悪名通りの仕事をしろ。任せろ。王子以外全員殺せばいいんだろ。総帥、どうかウォルホートとの再戦許可を。次こそは勝利してみせます。ウォルホート家にはすでに次の手を打った。ちょうどいい駒がすり寄ってきてな。やはり警戒すべきは身内ということだ。アブローラ、お前は残る御三家ファルクスを落とせ。ファルクス家当主のランドロイは音に聞こえた弓の名手。煙鉄対戦時、お前の死に文字通り一矢報いた男だ。勝てるか。必ずよ。エスフロストに占領されちまうと人生先のことはわからねえな。エスフロストはロラン王子にすごい賞金をかけたそうだよ。と捕まえれば大儲けできる。王族を誘拐するなら面白いが、滅びかけの国の王子ってのはな。差し出したら命はないだろうしね。賞金は魅力的だけどな。賞金は魅力的だけどね。テリオール軍が我が領に侵入しただと。先行部隊はすでにウォルホート城に近づいています。本隊もほどなく到着する模様です。何か裏があるとは思っていたが、協力を申し出た直後によくも。
忍び込ませた患者からの報告では、シルビオ殿はエスプロストと接触していたようです。さすがは風見鳥とあだ名されるだけのことはある。全ては我らを討つための計略だったのでしょう。ロラン王子を捕らえエスフロストに差し出すためにか。さらにテリオール家はルーフーという用心棒を雇ったようです。何者だそいつは。英雄殺しと名乗る賞金稼ぎです。大義も忠義も持たないブライカンですが、実際に名だたる武人を何人も討ち取っています。侮れない戦力かと。そのようなものまで。シルビオ殿は本気ということです。我らも対策を講じねば。わかった、皆を集めよう。シルビオが裏切るなんて。目的は俺だな。はい、エスフロストに寝返るために手土産が必要だと考えたのでしょう。なんと嘆かわしい。かつての同胞と潰し合うことになろうとは。干渉に浸る暇はないぞベラドール。すでに敵はこの城に迫っている。むしろ逆だぜ。俺は今彼に震えている。私もです。不忠義者ども返り討ちにしてやりましょう。また俺のために皆が。ロラン王子、我々は先手を取られてしまいました。しかも敵は元の身内。城下の仕掛けを知られている可能性も否定できない。おそらく城門の前で正面からぶつかることになるでしょう。総力戦です。私たちと共に戦ってください。今は悩んでいる場合ではありません。全員で力を合わせる時です。ああ、何としても切り抜けよう。みんなで。Thank you.
Thank you.
親方様、テリオール家の裏切りは事実でした。シルビオ殿はウォルホート家を騙し討ちにしようと企んでいる模様です。グリンブルクを守るべき御三家が相争うか、実に愚かだ。輝かしきグリンブルクはもうない。再びあの時代が戻ってくる。醜い闘争の時代が。親方様、エスプロスト軍が領内に侵攻、無条件降伏を迫っています。弓を持て。御三家最後の武勇はこの私が示す。シルビオ殿、こんな形で再会するとは残念だ。私もだよ、セレノア殿。思い直してロラン王子を渡してくれないかね。そうすれば私がグスタドルフ総帥に取りなしてやる。断る。どんなに向かい風が吹こうとも、ウォルホート家は信じる道を進む。おお、どこぞの風見鳥とは違うな。忠義ぶったところで現実は変わらんぞ。負ければ何も残らない。家も忠義も信念も命さえもな。ならばお前を撃って守り抜くまで、シルビオ・テリオール。そうはいくか。あとは任せるぞ、ルーフ。おう、全員叩きのめしてやるぜ。Thank you.
私でよければ。どう攻めるか。攻勢に転じます。助かります。私に任せときな。ウォルホートの名にかけて。かかってこい。覚悟を見せよ。僕なりの方法で。私のできることを。速さを付与します。ありがたい。お任せください。争いを収めるために。炎よ。それでは。こういう使い方もある。最善の手を。好機は今。力になれそうです。ウォルホート家の未来のために。さあ行こう。はあ。手応えあり。お助けします。皆を導くために。私に任せときな。
こっからこっから感謝します。頑張ります。それ行きますか。この木を生かしてください。よし、仕事にかかります。この盾が破れるかな。邪魔だ。まだまだ磨き足りんわ。バカな。落ち着いて考えよう。つけあり、手応えあり。争いを収めるために。私の魔法でいい感じです。それでは。放りつけ。悪くないです。どう攻めるか。ここです。定石に従ったまでです。私に任せときな。まとめていこうかい。狙い通りです。さあ行こう。とどめ。私の番だね。お任せください。勝たせていただく。私のできることを。傷を癒して。助かった。キャー。戦いか。こいつで
積み重ねていきましょう。いた！俺が相手だ！我が盾を見よ！学んだ力、今こそ。あなたを守ります。こりゃ生かさないと。思想は叶えてこそです。研究の成果、どう攻めるか。準備は抜かりなく。戦いか。えい！やらせてもらう。負けられない。とどめ！ガラクだ！やったろうじゃない。悪いね。今だ。いっくよ。よいしょ。隙あり。全力を尽くします。頑張りましょう。有利になります。冷静に行きましょう。これで傷を。ありがとう。争いを収めるために。皆さんのために貢献してみせます。始めましょう。凍てつく霊気よ。承知しました。Thank you.
頑張ってみます。フォートがこれほどまで痛めつけられたとは。疲弊しきった今こそ叩く好機。さあ殺し合いだ。ウォルフォートの息がかかった者は血祭りにあげろ。シルビオの軍勢が来るぞ。皆戦いに備えろ。むやみに出るな。チドリを行かせ。高所にいるのは我らだ。最善の手を。王政に転じます。僕頑張るよ。参ります。忍び。どこから攻めるか。やろうかい。死にたいやつからかかってこい。このルーフ、逃げも隠れもせんぞ。英雄殺しが笑わせる。雇われの殺す気が。若に指一本触れさせてなるものか。腰抜けどもが高所から囲めば俺に勝てるとでも思ったか。この盾が破れるかな。くれよ。
冷静に行きましょう。この木を生かしてください。やれそうな気がする。成長を感じます。お任せください。頑張りましょう。よし、見てろよ。始めましょう。魔法の発展のために、勝利への糸口は倒しがいがありそうだ。どこから攻めるか。上がってこい。どけ。じゃあ見てろよ。情けは禁物です。やりようはあります。行くぞ。効率的です。
行きますか。これで傷を。感謝します。全力を尽くします。落ち着いて考えよう。苦しみは押し切れそうです。捕まえてみる。どこから攻めるか。当たるかよ。私です。頑張りましょう。冒険してみせます。職務に邁進します。腕が鳴るぜ。どうだ。勝利への糸口は。私の番です。任せておけ。行きましょう。結果でお返しを。
ホートがこれを。勝利への糸口は。支えなくては。やれそうな気がする。行くぞ。ここだ。逃さん。よし。どこへ飛びましょうか。どこから攻めるか。やろうかい。俺が相手だ。どけ。よっしゃ。じっちゃん、見てろよ。ビビんなよ。聞いてる聞いてる。行きますか。全力を尽くします。さあやりましょう。やれそうな気がする。しまった。行きます。それでは。外しはしない。研究の賜物です。情けは禁物です。俺は負けん。
逃さん。ウォルホートの名にかけて。今こそ。どこへ飛びましょうか。視界を奪えば。やりようはあります。行くぞ。この盾が破れるかな。冷静に行きましょう。これで傷を。嬉しいです。お任せください。頑張りましょう。やれそうな気がする。職務に邁進します。よし、行きます。はあ。それでは。外しはしない。やろうかい。厳しいな。ウォルホートの名にかけて。行きます。
ってやる。イタズチよ。じっちゃん、見てるか。いいぞ、もっと来い、ウォルフォート。抵抗なくば殺しも楽しめんからな。上がってこい。情けは禁物です。私のできることを。傷を癒して。助かる。全力を尽くします。それでは。やろうかい。さあ、行こう。勝つぞ。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて。この身が果てるその日まで。どう攻めるか。行くぞ。お任せください。頑張りましょう。やれそうな気がする。終わらせましょう。私の番ですね。外しはしない。私のできることを。支えなければ。助かったわ。
どこから攻めるか。受けてみよう。勝つぞ。最善の手を。勝利のために。やれそうな気がする。仕留めます。行くぞ。僕の魔法で。争いを収めるために。私です。よっ。始めましょう。甘いね。行きますか。これで傷を。ありがとう。この盾が破れるかな。よし。負けられない。受けてみよう。どうする。行きます。ライト。情けは禁物です。そう。やらせてもらう。た
しめるじゃねえか。こいつバカな。僕の番だな。僕の魔法で全力を尽くします。貸させていただく。私の番ですね。学んだ力、今こそ。炎よ。なるほどな、これがウォルフォートの実力か。認めてやる、今日は俺の負けだ。さすがだな、これほどの手応えは久々だぜ。バカな、まだこんな力を残していたとは。負けたら何も残らない。その通りでしたね。何を勝ち誇っている。私を殺しても得をするのはエスフロストだ。私は屈辱に耐えて御三家の名を残そうとしたのだ。それなのに欲も。言い訳は結構。私は本気だ。お前たちが御三家の未来を断ち切ったのだ。私が生き残れば栄光の御三家は滅びない。報酬がまだだぞシルビオ。逃がすか。追います。いや、いい。兵も大義も失い、もう再起はできないはず。問題ないでしょう。それもあるが、できれば手にしたくはないのだ。身内殺しの汚名など。